はい、原さん。はい。アメリカ帰りで。シカゴから帰ってきましたね。これです。コンボブレーカーちゃん。コンボブレーカー。はいはいはい。クルーってこれキラキラですね。クルーってなってるけどね。クルーじゃないけど。ね、AK 君ね、優勝してね、AK ね。そうですね。彼13歳から。そう。鉄拳を10、は、多分もっと ちっちゃい頃からやってたのかな。13歳の時に大会デビューして、うん、準優勝ばっかりだったね。ね。で、やっぱ優勝したんで、普通アメリカだとアメリカの人をみんな応援するんだけど、まあ現地はすごかったですね。みんな AK 君のストーリーを知ってるんで。ねえ。AK 君の2倍ぐらいの年齢の大人たちが、本当絶叫してましたね。本当ね。はいさん、そんなわけでですね。はい。今日ちょっとですね。ええ。いつもなのは、ちゃんとしたゲストが来てなくて。ちゃんと、いつもちゃんとしてないゲストの方が多い気がする。本当ですか、うん、じゃあ、輪をかけて今日はちゃんとしてないです。いや、でもなんか、この時間にそもそも集まる、この明るい時珍しいですよね。やっぱり今日なんか様子が違うなと思ったんですよ。違うでしょ。なわけで。ガチな初対面ゲストです。そうです、そうです。はい、まさに本当に何もまだ喋ってないですから。はい、何も、あえて一言も喋ってないです。前打ち合わせもせず。はいはい、来ております。はい、今日はこの人たちが来てくれています。はい、原田のバーの声の人でおなじみ。おなじみではないと思います。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、自己紹介する前にさうん、うん、暇じゃないのよ、俺らも言うてもね、はい、今日、スケジュールちゃんとむちゃくちゃしたでしょ、うんうん、ね、これ1ヶ月ぐらい合わなかったんですよ、うん、あ、なんかそうですよね、そうですよ、前からなんかそうですよ、なんか、うんうんうん、なんすか、そう、原田さんの前だけなんかすごいこう持ち上げて、うん、俺ら、すいませんね、知らんやつかもしれませんけど、なんだこいつってなってますよね。適当なゲストとか言ってたよね。適当なゲストってなんすか、もう長い付き合いしてるでしょう、もう悲しい、もういいかな。いやいや、もういいかな。ちょっと嫌だ、俺今日ね、俺出るの嫌だね、今日瀬田さんなしで原田さんと3人でしょ。これはこうなるわ、やっぱり。しかもなんか今までのゲストと比べたらやっぱほらプロだからさ、やっぱ声量が全然違う、ね、声量が全然違う、当たり前でしょ。めちゃめちゃ怒ってんのにめちゃめちゃ滑舌がいいもんね。原田さん、すいません、びっくり、初めまして、初めまして、すいません、わざわざ、原田さん、なかなかね、ちょっと時間合わない中、すいません、ありがとうございます。初めまして、私、吉本で、はい、テレビとかでは拝見して、よろしくお願いします。はい、私サンミュージック所属でございます。はい、お芝居をやっております、はい、緑川静香です。はい、もうもちろん存じ上げております。あ、声の人です。声の人。さらっと。おなじみってどういう関係性なのかさえ俺知らない。そうなの。後々、これおいおいって。あ、わかりました。おいおい。僕もですよ、今日来てくれって言われてね。何が何だか分かんない。何、分かんないですよ。この番組しかもなんか PDF が2枚とか3枚ぐらいしか毎回ないので、あ、そうなんですね、台本もないんで、そうですね、レッスンさんはいつも困るっていう、全部文字っていうね。ただ僕はちょっと今日原田さんとお会いできるっていうので、はい、原田のバー出させてもらうっていうの分かったんで、うんうん、楽しみにしてたもん、はい、そうですよね、たこ焼き食べれる、あ、ね、たこ焼きね、食べれなかった、普段そうなんです、ね、目の前にこうスモークしたナッツしか、カラッカラに乾いてる、確かに成城石井、成城石井、成城石井じゃない、あの竹さんが作るたこ焼きの、そうです、あれがね、そうそう、あれは本当にもうあれのためにだけ、もう一回勝手に喋れないけど来ていいですかって人が本当にいるぐらいなんです。食べたかった、うん、そうなんですね、うん、ほらゲストによってほらそんなわけなんですか。竹虎さんが忙しいだけでしょ。そう、全然合わなくて竹虎さん、いや、そう、もちろんそうですけど忙しいのよ今。いつも絶対聞いてることあるんですけど、うん、幽霊見えますか。あはい、見えません。見えない、見えません、見えたこともないです。見たこともないし、ないです。なんなら信じてもいない感じです。うん、なんか感じるとかはありますけどね。あ、なんかいるかも、そういう存在があるかもなっていう感じはあると。はい、あ、なるほど。エレベーターとかその土地に行った時に、うわ、これ嫌な空気だなとか。あ、そうだ、それはあるんですね、やっぱり。そういうのはありますけど、物体として見えたことは一回もないです。舞台のなんか、例えばそういうちょっと行った劇場とか、そういう場所ではあります。あ、劇場ではもうそういうのは一切考えないようにしてるので。でも泊まった宿とかってことですか。内見と
あとはあの西アザムとかすごい。でもやっぱり歌舞伎町とかその辺とかなんか気も具合悪くなってきちゃう。あ、でも芸能関係の方がからよく聞くコメントなので、やっぱそういう仕事されてる人の感じがすごい今しました。だからそうですね、物体はでもないですね。 見えたくないです。怖いもん。あ、そうですか。はい、見えたくはない。見えですよ。見えますか。僕待って全く見えないです。でもなんか僕あの心霊写真じゃないかって騒がれたこと一回ありましたよ、ね、ありました。え、そうなんですよ。僕それはすごい未だ何で番組、いや僕ブログを昔やってて、ね、写真出したんですよ、ね、はい、で後輩に家で髪切ってもらってたんですよ。で、まあ、ビフォーアフターみたいな感じで写真を撮ったアフターの写真やったかな。その後輩が後ろにいるんですけど、後ろの後輩の指がなんかグニャってなってて、うん、それがそのブログがすごい何ですか盛り上がって、うん、おい心霊映ってんじゃねえかみたいなのはありましたけどね。でも実際どうだったんですかあれは。だから実は分かんないですよ。だから僕もその霊感あるわけでもないですし。あ、じゃあないんですね。全然霊感全くないです。全く霊感もないけど、あの写真にそういうふうになんか指がグニュってなったし、あ、その切ってくれた子が何人か持ってるとか、この先に何かあったとかはないんですけど、たまたまそういう写真が撮れたのがちょっとこの話題になったのがありましたけど、まあ、なりましたよね。いや気持ち悪い写真がある。でも信じてはいますよ。僕信じてはいるんですね。はい、だって僕は劇場よく出るんですけど、はい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 、その劇場って結構そういうのがよく起きることがあって、はい、なんか言いますよね。そういうふうに、はい、で夜中に僕ら稽古するんですよ、ええ、劇場で稽古を夜中朝、まあ、朝の5時ぐらいまでするときに誰もいないその舞台で音が鳴ったりとか、急にトトトトトトとかっていうのをパッと言って誰かおるのみたいな言ったら誰もいないとか、わけは人の音、人の走ってる音とか。嫌ですね。嫌じゃないのかな、いいのかな。劇場には必ず神棚がまあ置いてありまして、うん、ああ、大体なんかそう言いますよね。はい、あれやっぱりそういうなんか お払いじゃないけど、まあそうですね、場を清める的なのもあるんですか。なんか人がやっぱ集まる場所らしいですね、そういう意味では。やっぱ人集まる場所に来るって言いますもんね。なんか、だから芸能界の方もなんか結構人の意識を集めるからよく霊も寄りやすいみたいな。あ、そう言いますよね。ドッペルゲンガーって言うんですよね。ドッペルゲンガーって見たらしいの、自分とそっくり、うん、あれも科学的にはあの医学的にあの証明されたじゃないですか。あの脳幹のその、人間のその結構原始的な脳の部分に腫瘍とかができると、うん、あのその視覚とかを、あと人間ってあの歩いててぶつからないですよね、あの見てないところも、基本的には避けて通れますよね、うん、あの感覚をね扱ってる部分に腫瘍ができると、うん、あの自分を客観的に見た像が映っちゃうんですよ、視野に入っちゃうんですよ。腫瘍とかで、つまりそこら辺のがんってもう治療根治できないんで、だいたい死ぬんですよ。あの、それは数ヶ月後にだいたい死ぬんですよ。でそれはドッペルゲンガー見たら死ぬって昔は妖怪だ妖怪だって言われたら違って、これその大体そのドッペルゲンガー見たって言って数ヶ月後に死んだ人をちゃんと解剖してみると、そこに腫瘍ができてたってことが分かって、医学的にあこれは腫瘍のせいでそうなるんだ、でしかもそういう人間の脳の働きあるんだねと、その、あの自分の視点だけじゃなくて客観的に自分をこう空間把握してる部分があって、すごい、でだからそれって突き詰めたらドッペルゲンガーって、はい、で止まってるわけじゃなくて、ちゃんと調べればいろいろ分かるから面白いじゃないですか、発展性があるんですね。だから UFO にしろお化けにしろ、なんでみんな撮影できた見た怖いで終わっとんねんと思って、なんか今まで知らなかったものが200年後ぐらいには実は僕らの中では常識になってることとか、うん、あるはずだという好奇心の方が強いんですよ、うんうんうん、でそれをなんか呪われるって大騒ぎして、はい、なんか思考停止してる人たちを見るとすぐに説教したくなるっていう病気を発動するみたいな。それはそれでちょっと変な病気じゃない。そう病気説教しちゃダメですよ。
お忙しいじゃないですか。もう、8が出るまでかと思ってたら8出た後も世界飛び回ってなかなか収録できないじゃない、うん、まあ、コロナが明けちゃいましたからね、うん、みんなやっぱ春ちょっと普段から世界中飛び回ってると見てほしいから、うん、やっぱり現場やっぱり相変わらず世界飛び回ってるので、原田の場の本編収録がですね、ちょっとなかなか2ヶ月3ヶ月平気で間空いちゃう、余裕で空いちゃいますね、うん、でこれはさすがに一応あのシルバーのプレートもありますけど、これね、すごいですね、頑張って、頑張って皆さん見てもらってね、10万人のフォロー達成してるんで、原さんいない間ちょっとこの番組見てお帰り待っといてくれないですかっていうのをちょっとつなぎです、つなぎ、まあ、むしろでもつなぎの方が人気出て俺がそれに乗っかりたいぐらいですそう一応そう狙ってるんですよ、つなぎで頑張ってこっちでもすり取るぞ、つなぎが最終的にメインになることってよくあるじゃないですか、うん、そうなってほしいけどね俺は一応頑張ろうかなとは思ってまして、はいはい、でさて誰とやろうかなっていうことを一応僕があの総合演出やってたもので、一応じゃあ竹虎さんかなとかもいろいろ考えたんですけど、あの人はあの人でさっき喋ったみたいにまあ忙しいんですよ、はい、じゃあと、まあ、僕がもし喋るんだったら僕のことをこう分かってくれてる人しかいないなと思って、その LINE のあの友達リストのとこあるじゃないですか、はい、で非表示リストもあるんですけど、非表示リストもバーっ て、そんなバーってやるぐらい非表示にしてる、はいはいはい、あの表示してるの僕10件しかないですから、他の人全員非表示に言う、いやもう掘り下げるとめっちゃ気持ち悪い、用事ないからね、非表示用事ないとかじゃないのよ、入ってでちょっと戻したりとかするわけです、うん、この人たちが戻してで表示リストのとこ入れて平井君と緑川静香と、うん、出てきたわけですよ、はい、まあどう考えてもこう気の知れて気楽に喋れる人ってこの2人だよなと思って、ちょっと実は別コンセプトの、なるほど、気の知れた3人だからこそ喋れる、もうどうでもいいくったらない話をやりませんかと、3人だったらちょっと面白いトークできるかなと思って、なるほど、で世の中のたわいもない話を10分間限定で10分来たらバシャって終わるっていう YouTube らしい番組をちょっと一回やってみるかな、なるほど、この原田のバーの中で別コンセプトで立てて、して3人でそうそうやるやってみようかな、今日ちょっとちょっと代表して僕言いますね、はい、お断りします、すいません、ちょっといや、もう本当にもう他におらん、もうそんなもん原田さんが出ない番組で原田の場で僕らでやる、ないこんな怖い、見てる方を、見てる方を舐めないでください、大丈夫、原田さん出ないんでしょ、原田さんみたいな体験のところでだけね、家も出てないし、これがね不思議なことで僕が出てない、なんか ただたこ焼きを焼くが動画とかがすごい再生待っちゃってた確かに見た、それ見ましたけど、それ用の人がちゃんと見に来てくれるの、そうだから何か、まあ、見るものによって客が変わるって不思議な、不思議ですよ、あんまり固定客じゃないんですよ、だから気づいてくれるから、2人一応ほら顔を知られてるじゃん、それなりに、いやいや、そんなでもちょっとだけ上から見せるよ、ね、ついになんかね、そのお前ら暇だろうとかお前らそんなに知名度そんなないけどさとかね、今日呼んでやってんだ、そんなからすごいちょっと見えるけどね、いや、そう結構好きだから来てますよね、僕らもね、でもちゃんと喋ったら何も面白くないのは分かってるでしょ、いや、そうなんだよ、もう本当に呼んでいただけるんですよ、プライベートでも、あ、本当に歩いて 2,3 分のところに住んでたと思って、2,3 分ちょうど昔の時はそうでしたね、うん、学大の頃は近所だったんですあの瀬良さんがあの作るエビマヨめちゃくちゃうまいんですよ、あ、エビマヨね、すごいこだわってますよね、そうでしょ、はい、うん、美味しいでしょ、でもそのそれ以外で、うん、その呼んでも多分来てくれないだろうなみたいなことがあるんでしょうね、あるの必ず一言目がエビマヨあるんだけどっていう誘ってくるのもうそれしかないんでしょう、ね、そんなにエビマヨを求めてないといや、分かりました、これほらほら、お母さん先輩なんで、いやでも分かりますあるじゃないですか、エビマヨ確かに言いますね、エビマヨをそこまで今日はそろそろエビマヨ食べたいとは思いませんもんね、そうそうそう、普通に呼んでくれて行きますし、でもなんか毎回これをね縦にしてくる、確かにところもあるんで、まあ、そういう意味ではね、可愛らしい先輩だなと思って使ってますけど、エビマヨはあるよってラインするんですよ、あっても困る美味しいですけどね、あまりなんで3人でやろうっていうその趣旨は言ってなかったですけど、はい、一応そういう趣旨です、あ、そういうことですね、はい、原さんいない時のなるほど、3人でね、コンセプトはようやく理解して原さんが OK ならな、ね、いやもう全然、いやもうお願いしますよ、こちらも全員、ね、
そうだね、僕らなんか好き放題やっていただいて、ゲイで泣いてるでしょ、あの番組で、あのなんだっけ、あの断るなら今ですよ今しかないですよあの、あんたあの子の何なのさんみたいな番組でそれって実際どうなのかな、ね、それそれ俺も何かと俺そういう深夜番組やんのかなと思って何なんすかちょっといつも言うんです、でもそれあの不要品をね売って、はい、家族が喜んでこう、はい、ありがとうございました手紙をね、はい、小さいお子さんとか帰ってくれるわけです、はいはいはい、いやもうあの泣く準備ですよね、まずね行ったね、準備カメラ止めて、でカメラの位置君、分かった上で心からね、思ってでも絶対泣かないでしょ、それでえすいません、絶対泣かない泣かない泣かない、ここ心が泣いたところとか見たことない、いやだからか彼は、はい、僕2つ説があって、多分幼少期の教育をまともに受けていないかもしくはガッテン、分かる、もしくはなんかいわゆるそのなんか鹿とか、はい、そういう他の動物にいわゆる10歳までの大事な時間を他の動物に育てられたんじゃないかと思ってるんですよそれぐらいちょっとその説ちょっと掘りたいですね、コアラとかだって、コアラなんかユーカリものすごい、ユーカリをこぼした、ユーカリの毒がすごいから、うわやばいっすよねユーカリの毒でちょっとそうやられてたんだよ、免疫できてるユーカリ、そう怖っ。原田さんがお忙しいんで、まあ、こういう話もいただいたんでね、ちょっとね、もしよろしければそれやりますけど、で番組のタイトルちょっと決めたんですよ、はい、ああそうなんですか、そう本当に知らんちょっと待ってそういうのさ、えここで言うんじゃなくて、そうそう前もって、そういうのちょっと例えばそういうのを考えようとかいう話題じゃなくて、うん、決めてきたんだ、すっごいお前、うん、今もう背中も見えてない状態よ、まず勝手に連れてこられて先に行ってる状態でバリ早いですよ、最初でスタートが結構いいタイトルですよ、なんですか、とんがったバルにしました、ちょっととんがったことも言うかなって、 あと原田のバーだから、バーもヨーロッパの辺行ったらバルになるでしょ、なるほど、バルね、バーよりバルの方が若干こう立ち飲みでこう陽気に、えいよ、うん、君たちどこから来たの、ええええみたいな感じで、どこのイメージそれ、あの、ま、丸の内のバルのイメージいやもうヨーロッパとかじゃないじゃん、ま、さっきヨーロッパがどうとか言ってたから、って日本の丸の内に戻ってどうすんだよ、あの一応3回見に行ったから、あそうなんだそんな感じで、下俺がバルかバルにしようか、これがバルカじゃない、いやエビスのねスペインバルとか言ったらみんなもっとおしゃれなカップルしか逆にないよなんだよラグさんにロゴ書いてもらおうかと思って、ああえ、なんのバル、とんがったバル、とんがったバル、とんがったバル、まあちょっととんがりチップなテーマもね、うん、まあちょっとこうギスギスはしないですよ、うんうん、ちょっと YouTube っぽいとんがった要素のテーマもちょっと入れながら、うん、とんがったパブじゃダメだった、いやパブも考えたんですけど、うんうん、一応あのバーはバーで BAR は使いたかったんですよ、あーそういうことか、読み方違うだけにしたかったんですよ、なるほど、そういう知性だけはちょっとだけあった、ね、ちゃんとそこは考えてた、ね、ネーミングは、ね、そうですね、うまいですねそれは確かにネーミングはちょっと、そうなんです、いないいないバーっていうのも一個考えたんだけど、いないいないバー、原さんいないから、うん、でもいないいないバーって子供向け番組あるからそうだから引っかかるなと思って、いやまあ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 、そうで、あといないいないバーにしたら原田さんがいないからのバーでしょって、なんかずっとどっかに原田さんを思わせてしまうから、はい、あそうだね、そう別コンセプトにすると、あそうかそうか、原田さんの色をあえて消してこの面白い2人、ちょっと待って、3人でやろうと今してるんですよね、そうもちろんそうよ、そういう会議呼ぼうよ俺らを、うん、一人で全部鏡見ながらやってるでしょ、そう、うんうん、3人でやるのに一人全部今の考えたの、すごいなんか会議したみたいになってますけど、一人ででしょそれ考えたの、うんうん、なんでそれをエビマヨで呼んで3人でやらないの、そうですよ、エビマヨは本当にくだらない話するだけにしたいんですよ、なんなんだよ、仕事の話したくないです、そういうなんか変な、そういうこだわりだけあるの、もう息抜きしたいです、なんかしんどいじゃん普段から、いやいや息抜きしたいでしょ、いやいやそれはそうですけど、うん、ね、食事とでもそういう会議を呼んでくれないとやるっていう上でだったら、うん、同じ目線にはしときたいですもんね、うん、その同じ目線ですよ常に、どこがやん
大丈夫、もう衣装も買ったから。衣装って何？何衣装？衣装ってある？衣装ってどういうこと？色違いのね、パーカーとか T シャツでちょっとあの見栄えもね、うん、あの僕三原色ってあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっと人間が見てて気持ちいいなっていうあの色に一応しようかなと思って、一応三原色で RGB 的な、そうそうそう、うん、それでやろうかなと思ってます。あ、もうそんなも用意して、しまいで、海外からあのバイマですか、バイマ、バイマ、バイマ、え、わざわざバイマ、なんで、だって、うん、赤、緑、青でしょ、そうそう、黄色も入れてますけど、あ、黄色もちゃんと入れて、あのね、なんかその特に黄色がですね、うん、国内って黄色い T シャツ売ってなくてですね、いや売ってるでしょ、売ってるよ、別にアマゾンとかで売ってるよ、普通に黄色売ってるでしょ、うん、でもでかいんですよ、あ、俺黄色、いやいや売ってる、今聞いた、いや俺黄色だ、違うとこから情報入ってきたけど今俺黄色、黄色っぽいじゃん、サイズがってことですか、イメージが黄色なんで、黄色好きですよ、もちろん好きですけど、でサイズが 3L とかでしょ、そうですね、はい、日本にないんだよ、あ、そう、あ、そういうことだったんですか、あ、それで海外からってことバイマ、いやいや、それはそうですけど困った時のバイマ、黄色、黄色、なるほど、もちろんシータンは赤ですよ、赤、おー、赤で同じブランドにしましたから一応、あ、全員、はい、あ、そんなこだわり、ブランドなの、ブランド、高級ブランドとかじゃないですよ、うん、スポーツウェアのブランドでちょっとブランドも統一して、すごいですね、ね、衣装も揃えましたから、相談なしでね、まあ、そういうことよりも内容だと思うんですけど見てる人は。だから YouTube なんで僕は8分でもいいかなと思ったんですけど、まあ10分にしてもう減っていくタイマーの中10分ちょうどで、そこで誰かが喋っててもノー編集なのでビシャッと番組が終わるっていう、あ、ノーカットでいくんです、ノーカットの編集、ほう、それじゃあね、編集する手間と時間がもったいないので、まあ、取って出しできるし、っていうのを、でも、いや、もう喋るやばいこととかね、その言ってしまったこととかをちょっと編集とかして、それさすがに P はつけるでしょ、P とかは、ね、入れろと言われればね、いやいや、入れません、怖いんですけど、怖いよ、ね、でも入れないと。あの P があるからこそなんかちょっとより面白さだったり、言えなくなっちゃって、ね、カジさんのトークとかも、うん、あの P がちょっと気になるじゃないですか、うんうんうん、欲しい、うん、トークって欲しいですよね、あの、うん、攻めたこと尖ってるでしょ、尖ってね、尖ったこと言うでしょ、言うね、ノーカットでいくんすか、やば、尖れなくなっちゃう、やば、出たな怖い、めちゃくちゃいいっすやもん、まあ一応チェックはしましょう、いや、それはお願いしますよ、チェックはしましょう、体のバーはバーで当然やるんですよ、はい、うん、ただちょっと間があまりにも忙しいし、こう無理くり時間作ってもらうのもさすがにちょっと仕事の方を優先してほしいなっていうのもあるから、あ、うん、まあそうそうそう、ね、バーはバーでいつも、まあ、ゲスト呼んで相変わらずの原田のバーは続けますけど、うん、まあ、ちょっと合間は僕らであのしのごうかなと、しのごうちょっと言葉選んでくださいよ、ね、俺初で、初ねえ、ね、しのぎ役で来てたんですよ、しのぎゲストってどういうこと、扱い、扱い悪すぎますよ、ちょっと、言ってなかったけど、これだから、ま、あの番宣ですから、これ、ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、あ、もうもちろんこれやるんだったら原田さんにね、もちろん許可もご挨拶も、ご挨拶も、ご挨拶も、初めましてですから、ちゃんとね、やりますっていう挨拶も含めて、はい、あの番宣です、もちろんあんま言わないよ、そうです、そういうことですね、まあ、分かりやすくはそうでしょうけど、原田の場を使って番宣です、もちろん見てる方も同じ方もおられるでしょうし、まあでもちょっと見てほしいな、いや、もちろんそれやるからにはね、1回ぐらいでもね、せめてね、最初見てもらわないとほら分かんないから、面白いかどうか、まあ、そうですよ、そりゃそうですよ、そんな、ね、トップが不安があったら全然そもそも見てくださいでいいじゃないですか、うん、いや、ぜひって、だって名前もタイトルも決めてたし、うん、衣装も用意してくれたんですから、うん、ぜひ皆さん、うん、ぜひ見てください、原田さんが帰ってくる、その衣装着てんのは見たくなったでしょ、間違いなく、みんな確かに、また、うん、今日はほら、原田さんいてくれるし、はい、1個そのとんがっ
ったバルのね、はい、こんなテーマでやってみましょう、原田さん交えて1個やっとこうかな、なるほど思いまして、一応ですね今日考えてきたのはですね、はい、先に言ってくれっていうトークテーマにしてました。先に言ってくれ、ね、これはね、それ先に言ってくれませんって思ったエピソードって結構これだけ生きてりゃ何回かあるじゃないですか。先に言ってくれません、うん、ちなみに何かあるんですか、はい、そう、先言っといてやみたいな、先言っといて、だから僕なんてこれ大したお話じゃないですけど、はい、昔あのノートレってあったでしょ、ゲームでノートレーニング の、うん、あのなんとか教授って、まあ、大学がこう任天堂であったですね、うん、ああはいはい、なんかありましたね、はやはれますね、はい、こうで昨日食べた晩ご飯は何ですかとか、それを思い出せたらいいんですけど、大体結構思い出せなかったりするとやっぱ脳が活性化してませんよってことで、うん、あのそういうトレーニングの方法みたいなのがいっぱい出てくる、クイズで出てくる、うん、なんかどのソフトとはちょっと特定はしないですけど、脳トレシリーズっていっぱい出てたんですよ、うん、でその中の1個で僕はちょっと参画してるものがあって、そのそれ先生ですよね、その脳トレの研究家みたいな人が、研究室みたいなとかあって僕は呼ばれて、よく見ますね、こう電光掲示板があって隣にチンパンジーさんがいらっしゃってですね、うん、僕チンパンジーさんの横に座らして、うん、2台この電光掲示板があるわけですよ、うん、で1から100の数字がこう並んでてピカッてつくわけ、うん、でその中の2、8、12、15、29、30みたいなのが一瞬ピカッて光る、うん、でとすぐ閉じちゃう、うん、で次やんなきゃいけないのは1から100が今度全体全部ベコッてつくから、うん、さっきついた数字をどれだったかっていうのをピン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 って選ぶっていうテストがあるわけです。で僕はそこの研究室に入れられて、チンパンジーさん横にいらっしゃって、うん、こう対決する場面になったんですよ、うん、でチンパンジーと対決するの、チンパンジーと、だからすんごい子なんですってその子、だからもうだからもうボタン、まあそういうね、間違ったことないみたいな、すごい、もう負けたくないから、もうそうね、ガーッガーッやってたんですよ、ピン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 全部正解なの、10問やっても20問やってもピッ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 ってやってたら、あの先生がいる部屋からマイクだけ繋がってんですよ、うん、でこっちは真剣にやってんですよ、こうやってピッ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 ってやって、そしたらマイクで先生の声が急に入ってきて、うん、瀬名さん瀬名さん、うん、餌はいいですよって言われたの、で俺ここにあるなんか豆みたいなのも、うん、食べながらこうやってやってたわけ、あのやるたびにそう食べて、やって解くでしょ、解いてここに豆があるから豆食べて、うん、次のやつもこうやってたわけ、はい、で横のチンパンジーさんも同じことやってるわけ、同じね、であこれこういうもんなんだろうなって思ったら、ね、これはチンパンジーさん用のものだから俺のじゃなかったわ、なるほど、それも真似してもらえる、ご褒美だったわけ、ね、これってこう食べてたわけ、うん、そしたら豆はいいですよ、豆は人間ですからねって言われてそれを聞いた時に先言ってくださいよ、確かにそれを言った、確かにそれは先言ってほしいんだけどね、すっげえ恥ずかしかった、そっか、まあまあそれもセットと思っちゃう、確かにね、外から見てる人多分すげえクスクス笑ってたんだろうね、食べてる進化やけどね、それは本当に今までの人生でもう群を抜いて先言っててくれません一回ずつ何作ってたの、一回ずつ、それは多分外の人すげえ笑ってすごい笑ってたと思うんですよ、周り笑ってましたね、でも僕今までね、いっぱい仕事した中で一番多いのが前説っていう仕事なんです、ああ前説ね、ありますよね、はいはい、始まる前に収録とか見に行くと前説聞けますもんね、あのお客様がおられるんで、はい、そこを盛り上げていい、まあ、テンションにしたところで演者の方を呼び込むっていう、まあ、テレビ映らない仕事なんですけど、うんうん、まあ、前説で盛り上げる仕事なんで、大体前説の、まあ、時間って10分から15分ぐらいなんですよ、で僕らそれ年間250本してたんですよ、へえー、すごい、もうとにかく日々盛り上げてたんですよ、うん、ですけど大体10分から15分の自分らの中での盛り上げる、まあ、パターンというか、うんうん、大体あるんですけど、うん、それ先言っててほしかったなと思うのが、うん、その AD さんとか、まあ、ディレクターさんがちょっとこうするんですよ、こうするってことはもうちょっと引き伸ばしてくれと、そうそうそう、こうしてくださいって伸ばしてくださいって、うん、で前喋りながら
ああ10分ぐらい経ったらでも更新、ああもうちょっと伸びるかなと思ってやるんですけど、これ5回やられたことあるんですよ。おお、そんなに前説90分やったことあって、それ伸びるから最初にちょっと言っといてと思って、それ単独ライブでしたね。そういうのってギャラってちょっと上乗せされたりするんですか、しない、あそういうのってしないんですかやっぱり、しないんだろうなと思ったんですよ、芸人さんってそういう話、それやっぱ変わんないんだ、まあ、一応前説っていうのはもう勉強も兼ねてますので、うそういうテレビの空気を、まあ、勉強するっていうのでまあそれでずっと長いことやってるんですけど、いやでもね僕このある意味全然違う業界だからこそちょっと思ってたんですけど、前から思ってたんですけど、テレビ関係の人のそういうやっぱ似た話聞くわけじゃないですか。いやなんかそれは一般的にブラック企業ってやつと同じ発想ですよそれは。ああ。いやでもね分かるんですよ、それが芸を育てるとかいうのも分かるんですけど、バッテリーが切れてる。基本企業で同じロジックでそれをやると、はい、今あ本当にあのいわゆる厚生労働省とか、はいはい、あの労基とかから。ちゃんとその時間が伸びたのであればその分の報酬は払わなきゃいけないっていうのが今の世の中では常識だと思うんで、そういうのってテレビ変わっていくといいなと僕は思いますけどね。ちょっとこれを見てる吉本関係者、原田さんをスカウトしていただきたいです。今ね、バッテリーが切れてた、バッテリー切れてた、もういらんところ、もうこれ吉本のなんか力だ本当は本当そうだよ、これも吉本の力だ。今空気読んでやったんじゃないの、おいちょっと吉本関係じゃないだろうか会社にその聞かせないといけない話を全く取れてない。ああだ。怖い会社の場所どっちも。怖いな。ありえるからな。さすが吉本東京って。吉本だとありえるからな。さすがです。今のが取れてないんですから。恐ろしい。やっぱ関西では社会的地位がお笑いの人って高いんですよね。あのなんでかというと小学校の時から面白いか足が速いやつがモテるっていうあのモテる条件の中に面白いっていうのが上位に入ってる地域ってやっぱ近畿圏じゃないですか、うん、あそこはやっぱり圧倒的に今でもそうなので、うん、だからそれはすごい憧れるんですけど、逆に言うとものすごいリスクがあるってことも、ものすごい親からも言われる、みんな小学校の時に一回、僕らの世代が特になんかなりたい職業って今は違うかもしれないですけど、漫才師って結構書く、うん、僕の世代は多かったんですよ。いやさすが関西、関西は多かったです、漫才師って。あのすごいその第一次かな、漫才ブームみたいなのもあったし、その僕らは寄席とかも全部見てるんで、やっぱ漫才ああいう風になりたいみたいなのがあって書くんですけど、そうやっぱ親とか先生がすごい言われますからね、あれはものすごい人数がいて、その一握りやから、でも教室クラス一番面白いやつはなんか無駄な自信を持っててやれるって思ってるんですよね。その学校内で面白いやつが集まってきてる。そうなんです、そうなんです、まあ、事務所なんで。で、僕実はすごい小学校の時に中谷君っていうのと組んで漫才やってたんですよ。あんまこれは言ったことないんですけど、結構やってました。で、そうですね、で僕結構あの客観的に見ても受けるんです。で、特に授業参観みたいな、親がイベント見てくる参観の時も親の前とかでもやるんです。で、親も大爆笑です。で、やっぱりクラスの人気者にもなるじゃないですか、うんうん、で、まあ、そういう経験っていろんなところでするんです。で、部活動でも先輩の前で、やったら受けるんです。だけど、うん、俺はプロとの違いを感じたのは、あ、これ絶対俺芸人になれないなと思った瞬間があって、要は受けるのって結局あの先生のモノマネとか、誰々くんみたいな、要はローカルなコミュニティの中の特徴ある人の真似をすると、これ絶対受けるんですよ。これ面白いね。これがそういうの関係地域性なく笑わそうとした時に、難しい、どんなに難しいことかっていうことを、あの別にそこは実感しなかったんですけど、ある時やっぱり知恵がついてきて、高校生ぐらいの時に、あ、それは無理だな俺と思って、だからそれが分かってからテレビで全員笑わせてる人とか、これすげえなと思って、すごいですよね、芸人さんは。だから、いやいやいや、もうそう言っていただけるの本当にありがたいし、だってカバーする話題がね、大体のこの
自分のファンかちょっと広げた一般の人でも笑える範囲っていうネタを探すってすごい難しいじゃないですか。めちゃくちゃ原田さん本当に笑い好きなんだなって思いますし、そういやそうやって本当にあの芸人さんに対しての愛もすごい感じて、リスペクトがね、はい、リスペクトだから、それだからじゃあ僕その時に政治とかだったらみんな知ってるから政治家いじりゃいいじゃんと思ったんですけど、難しいんだろうなと思ったのは結局政治家いじると自分の思想が出てそのそれにをバカにしてんのかと思う人がいたりとか、なんかあこいつそっちの思想寄りだなとか思う人がいて邪念が入って笑えないとか出るから多分扱いにくくなっちゃって、日本ではできるだけそっちは避けるとかなる。そうすると天気とかその新幹線とかなんか高校野球とか、 なんか日本人が知ってることでこれでもみんな考えてるし、でもそんな定番話とかでも笑わせるじゃないですか。なんかあれは僕だから中川家さんとかすごいなと思いました。いやすごいですよ。新幹線のあのまだそのコミュニティがねまだすごいありますし、新幹線の中のエピソードだけで、はい、なんかサンドイッチください700円はーみたいなだけで、わかる全員が新幹線乗ったことはある大人が全員あーすげーわかるってなるじゃないですか。だからチョイスの仕方が面白いし、モノマネのクオリティがすごいですよ、やっぱ。で、そうクオリティもそうですけど、あのトイレのあのコッコっていうのあそこをモノマネするの初めてだから爆笑しましたもん。だから僕すごいなと思うのは、はい、お笑いっ てな誰も発見してないことを言って笑かしてると思ったら違うんですよね。あれ誰でも知ってるんだけど、はい、それをあえて意識して言ったことないよねってことをどんだけ探してくるかって才能だと思いません、ね、そこを一番最初に、そうだから捕まえるのも、ね、よく考えた中川さんがやってるネタって普段起きてることだから、はい、あれ誰でもネタにできるはずなのに、はい、やられたら全員がうわ知ってるめっちゃもらえたるそこそうそうって全員が言うという、よく考えたらそうそうって全員が言うってことはみんな分かってるわけじゃないです か、うん、だかそれをよく見てますよね。いやもう本当に、まあ、だから番組あるんですが細かすぎて、そうそう、あれなんですけどあれもすごいちゃんと伝わるんですよ。あれもすごいですよね、うん、はい、いやめちゃくちゃ愛持ってくれてます、そうそう、笑い大好きですから、ね、感じたことないですよ。何がよ、そう原田さんみたいな愛を、セラさんに愛というかやっぱリスペクトですよね。なあれ確かに確かに確かに、あのね表現が下手だから、あるもあるけど出せない、うん、そうなんですね、そうなんですね、うん、お笑い好きなんですか。お笑い大好きよ。まあ、確かに。だからそのパペポとか、もっと見たい。確かにお笑いは好きなんですよ。でも多分古いよ僕は。古いのと育った環境は違うからやっぱり。セロリみたいなこと言わないでください。環境がね悪いね。だって。早い。今の。だから俺らから見ると関西人とか近畿で育った人間ってやっぱ今ちゃんとこれで食べてる人っていわゆるクラスとか学校とか地域とかのいわゆる最頂点の中の最頂点の最頂点にいる人たちだから、そこはすごい。もう芸人もいっぱいいますからね。だからこの子に出てた鉄拳とかも後輩になりますけど、はいはい、あれはあれですごいなと思いますもん。あ、僕ら芸人からしたら、こんな鉄拳は嫌だ。鉄拳な、あの平八がどう見ても僕だ。うまい。似てるし、まあ似てるし、あれは変わってますよね。いやすごい、でもすごいなと思います。あれ絶妙な、なんでしょう、なんか笑いとその哀愁とのこう本当絶妙なラインですよね、あの人って。すごいことですよ。あれはでもなんか生まれ持っての何かみたいなとこありますよね。あれも芸人ですからね、うん、頑張ってって思わない、鉄拳くんのパラパラやろうとした時って。今からこの人舞台でやろうとしてるんだと思ったら頑張ってってならない。いやでなんかでもそれがまたキャラクターもありますし、あそう舞台から降りてきてもあのまま、あのまんま。チーターないの、そのさっきの先に言っててくれりゃよかったのに。全然超大したことないですけど、はいはい、ロケとか収録とかで行くじゃないですか。で微妙な入り時間の時にお弁当があるかないか先に言ってます。あ、それ分かるわ。制作側としたらね、それすごい気ぃつけてるのよ。なるほど、それはちょっと言われないじゃないですか、うんうん、はい、どう
しようかなと思ってご飯食べて行った時にお弁当があるといやだよね、うわぁそうだよな、そうですよね、うん、それ AD さんかな、制作側がちょっと伝達しとかなあかんわな、うん、でも言われたことないんで今まで、本当それはねイベントを仕切ってる人たちとかはねすっごいよく言わないとこだね、言わないですよね、言わないね、それやっぱ弁当が出ないと思ったら食べていかなきゃいけないしとかってことですか、そうです、空腹じゃやっぱり望めないじゃないですか、だからでも食べてった食べてた、でもそう教えてもらえないことがあるんですね、教えてもらえないし、わざわざ聞くのもなんか、いや誰さんから聞けないよ、こいつがっついてんな、聞けない、いきなり弁当ます、マネージャーと言いますよ、ただめしこうとしてんのかなみたいな、マネージャーが結構聞いてくるよ、ですか、ありますか、うん、ありますかっていうのは、明日って、うん、明日って昼夜あるんですかねとか、あとはその和なのか中なのかとか、まあ、本当は前日お肉食べて次の日の昼お肉の弁当って嫌じゃないですか、だから気の利く制作班は、昼何々夜何々ってちゃんと伝えてますよ、そんなさ、その聞いたことない、じゃあ気の利いてないとこだわそれからもう手が今時だからもう手回ってないかもしれない、まあ、昔とまたちょっと変わってるかもしれませんし、ね、うん、ディレクタープロデューサーがロケ弁手配してる現場も今多いから、はいはいはい、AD さんたちもほとんどいないし、それでちょっと言ってません言えてませんっていうのはあるかもしれないね、でもそれは聞きたいわね原田さんないですか、その先に言っとけよ、とけというか先にその順番で言うかみたいなことは多いかな、うんうん、ほう、でそのみんなが共通して分かる話で言うと、その、まあ、飛行機乗ってる回数多いじゃないですか、うんうん、でこれは証言する人がすごい多いんですけど、そのいちいち、いやもっとリスク分散した方がいいと思うんですけど、アメリカのでっかい E3 ショーっていうゲームショーがあって、それには日本人がすぐこぞっていくんですね、うんうん、でそこの飛行機にたまたまもうほとんどの会社の重役さん、ゲーム会社の社長副社長とか、もしくは取締役、もしくは結構クリエイターで有名な人とか、例えば龍が如くってゲームのプロデューサーさんとか、まあ、結構なクリエイターが乗ってて、僕も乗ってて、でまあその意味が多分一番便利だったんでしょうね、ロサンゼルス行きなんですけど、でそれに東京からボーンって出て乗っていった時に、日付変更線越えたあたりの海の上 で、まあ、みんな大体寝てたりとかするんですけど、僕結構そのフライトマップをよくずっと、うん、つけてたりする人なんですよ、だからあと方向転換してこれ狂ったのかなと思ったんですけど、負けろが日本に帰ろうとするんですよね、でそしたらその、まあ、結局本当に帰ることになったんですけど、まあ、機長からのアナウンス入るわけじゃないですか、でその順番が、なんだろう、その先それ言うかみたいな感じで、そのまずいきなり人で、機長なんとかですって言われるじゃないですか、お休みところすいませんみたいな、あれなんか挨拶にしたら遅いわけじゃないですか、もうだいぶ飛んだなと、で なんかあったのかなって、僕は思うで周りの人はなんかうとうとしながらなんだなって、で僕は起きてたんで、ああこれやっぱりなんかあったなと思ったら、一言目がいきなり、例えば、左肩側のエンジンは停止、完全に停止しておりまして、エンジンが完全に止まっていますと、で出力が出ないからもう完全に切ってますと、で今片側のエンジンだけで飛行しているので、速度が落ちてます、速度メーター見たらだいたい500キロ弱ぐらいしか出てないんですよ、普通はだいたいマッハ手前ぐらいです、つまり900と800キロ、時速が800、900キロぐらい出てるので、まあ、490とか480とかですよ、で、ああ確かに出力落ちてる、だからかと思うんですけど、先にそれ言うからみんなエンジンみたいな、で僕はたまたま飛行機とかの結構知識があるのですごいな、もともとちょっとプチミリオタみたいなところもあったんで、エンジンがそもそも2発のエンジンだったら1発止まってもいいとか、4発だったら2個止まっても、半分で大体飛べる設計になってるのは、もう知ってたんですね、そう、水力と揚力で僕ヨットになってるんでヨットレーサーだったってもあるんですけど、そういうの詳しくて、だから1個動いてるまあ大丈夫っていうのは分かってたんですけど、まあ2個しかないものの1個って結構みんなどういうことですか、怖い怖い、でまたそれを報告してくれたんですね、それ
なんか機内のトラブルがあって、うん、で大体その飛行には影響ありませんとか、うん、その安全ですって言ってくれてからだったらいいんですけど、はい、先にエンジンの話したから、そうですね、周りのなんか「うわあ原さん原田さんこれどうなるんですかね、うん、不時着不時着」とか言ってる「不時着」とか言ってるやついるんですよ、はい、そして誰が不時着とか言うと何が何か、そうですね、何が何がって言って、いやフライトマップ見てなんか、回ってるとかいうやついるんですよ、うんうん、回ってないんですよ別に。怖い怖い怖い、あの180度ターンしただけなのに、はい、回ってるっていうやつとか、一個エンジンが止まってるから、そう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 、なんか片方だけのエンジンだからそれで回ってんじゃないかと思ってるやつをちょっとしたパニックが起きてざわついて、で結局言葉の一番最後がそのそういう状況でこうで今から、東京には帰らず千歳空港、うん、北海道が一番近いので、うん、千歳空港に帰りますって言う全部言い終わった一番最後が、この東京はね、エンジン片側止まってるものの、うん、その東京の飛行の安全には影響ございませんって最後で、いやそれそんなのもう最後の最後それでもそれはあかんやろって、それはまさにですね、みんな全然安心しないだあそっかってなんないからなんないからあのスーパースターが、あの自分の中でスーパースターが一緒に飛行機の中乗ってると、この飛行機絶対無事に到着すると思いますなんか分かる気がします、分かりますスーパースターが言って、まあ、僕あの競輪っていう公営ギャンブルのお仕事さ、はい、よくさせてもらったんですけど、はい、この前コーチでその競輪のお仕事させてもらって、うん、競輪選手いっぱい有名な選手出た上で、帰りの半田行きが30人ぐらいもう有名な競輪選手と一緒に到着したんですよ俺初めてこんな安心できる飛行機なかったですね絶対落ちないこれは、あーなるほど、もう知ってる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 みたいな、あもうこれは絶対、まあ強運の持ち主とかが多いでしょうしね、もうこれで何かトラブルなんて起きるわけないってもうすごい自信ある、あなるほど、いやでも分かります、僕あの一回これ YOSHIKI さんに直接話したことあるんですけど、 YOSHIKI さんがあの斜め前に座ってる、あーすごい、その時はこれだから結構快適なフライトになりそうだな逆にね、そうそうそう、なんかなんか絶対機長も知ってるから、うん、すげえ丁寧に飛びそうな気がする気使ってね、そうそうそう、わかります、ガーンと、ね、そう心なしか着陸もなんかスムーズいや気のせいだと思うんですよ、わかります、そんな感じありますよね、そうそうそう、そういうスーパースター、いや YOSHIKI 乗ってるしなと、いやもうそれ YOSHIKI さんだもん、そうそうそう、なんか隣靴汚い人座ったら不安になります、ああ失礼かな、あれみたいな、なんかわってなんかね、服装とかなんかちょっとえ大丈夫かなこの人みたいな、あ、ね、ちょっとそういうの見ちゃいます、なんか、まあ、クレーム言ってる客いるのは俺不安になるけどね、今いますいるんだよ、俺のなんかそのちょっといるのかな必ずいやでも分かる分かるでも騒ぐ人って一言騒ぐ、うん、あ何が不満なのか分かんないけど、いやまあまあそうですね、であとすげえボンボン鳴らすんですよ、何回も呼ぶんですよ、あ海外で、いやでもいるいる、そうですよ、いる、ちょっと下ろせ、だからほんとガラッて開けて下ろせよって思うもん、いやいやそれは無理だけど発想怖いそいつだけのせいで、まあまあ、もちろんもちろんそうやね、だって飛ぶのも遅れるし、いやもちろんそれはあれ、ね、サービスこっち来ない、リンゴジュースこっち来ないんだよ、リンゴジュースね間に合わないからこっち来ないんだよ、まあ、そういう人いますね、確かにね、あれ嫌だわ、言わないなら言わせない嫌だわ、でも言ってそうっすか、分かってないね、そうなんか本人はクレームのつもりじゃないけど周りから見たらクレームなんで、なんか言ってそうだから、ちょっと君いいですか、ネジですちゃんと説明していこう、これはこうだけどなんでこうなってるのとか言ってない、言ってない、なんか隣は今日は座るんですかとか聞きます、あまあまあまあそれはね、荷物置けるからね、あそういうことは、まあ、あ上から取るの嫌じゃん、はい、まあ、隣空いてるんですかねって、ちょっと まだ分かりませんって言うからいつ分かるんですかねって、あなんかちょっと嫌だそれちょっと嫌だめんどくせえ、めんどくせえやつだな、そうね、いつ分かるのかなは言います、さあさあ原さん、そんなわけで、はい、今日も、まあ、ちょっと謎の回、いや面白かったですね、ではありますけどね、はいはい、一応まあこのメンバーで、はい、原さんいない時は
ぜひぜひたわいもないトークで。いやでもたわいもないって言ってもやっぱりプロですね。面白いですからね。助かりますよ、ね、ちょっと見てください。見てコメント。あ、もちろんもちろん。確かにコメント、はい、ね、もうそれ欲しいですよ、見てて。コメント参加ね、原田さん。それがすげえクレームみたいな。やめてください、ね、このクレームは原田さんじゃないっつってやめてください、ね、テーマとかね、逆に、ね、いただけたら嬉しいですね。しますので、はい、じゃあ皆さん何卒よろしくお願いします。お願いします、お願いします、はい。そんなわけで、はい、本日のゲストはとんがったバルの緑川静香さんと、ドリアンズ平井さんでございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。原田のバーの後はとんがったバル、パブではなく